こんにちは。中学1年生13歳、祖父江芽衣です。よろしくお願いします。皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。年末に家族と温泉に行ってたんですけど、その受付時間の前までの間に近くにちょっとくつろげる場所があったので、そこが足湯に入りながら洋菓子とか和菓子とかをビュッフェ形式で取ってお菓子を食べながら足湯に浸かるっていう場所で家族と使ってたんですけど、足湯にで、私はお菓子すごい好きなので洋菓子も和菓子もお皿に山盛りに盛って足湯に浸かってたら、足湯に浸かりに来たのかお菓子を食べに来たのかよくわからない状態になりました。足湯からちょっと抜けます足湯から降りてまたお菓子をおかわりしに行ったくらいすごいお菓子好きです。ただすごいいいところだったのでみんな行ってみてください。定山渓にあります。それでは聞いてください。ハレハレ愉快。Oh, my God.